まあ、つまり今俺を改めるためには腹から声を出して喋りに抑揚をつけて声を高くして笑顔を増やし敬語を使い下手に出てファンサービスをしながら頭が悪いことを言い冗談を言うときにはきちんと宣言をして VTuber らしく動き喋りの間を減らすそして口答えをしないこうすれば、まあ、俺は今改善ができるということでではこれをもとに VS タンク音でかっ音でかくない？ちょっと下げた。これぐらいかな。よし、よろしくお願いします。では、視聴者の皆さん、もしかしたらね、一緒に参加できるかもしれないので、ぜひよろしくお願いいたします。VS タンクに潜っていきたいと思います。いやー、VS タンク楽しみですね。なかなかゲームが上手い方ではないので、対戦相手の方、お強い方でしたら、少し私では太刀打ちができないかもしれないのですが、ぜひぜひ戦っていきたいと思います。ぜひぜひよろしくお願いいたします。いやー楽しみですね。楽しみすぎて体が動いてしまいますね。こちら側がピンク色ですね。あ、少々これはキャプチャーボードとのタイムラグが生じてしまっているようですが、タイムラグをもろともしないよう、なるべくね、私もあまりゲームには自信がないんですけど、やっていきたいと思います。少しここは下がりましょうか。これ一発決めたいですね。よし、当たった。よかった、当たった。いや、楽しいですね、このゲーム、やっぱり。お、2回も当たりましたよ。あ、行きますか、じゃあ。これは攻め時じゃないですか？あ、やられた。うまいな、さすが。インターネットに潜ってる方々はうまいだけありますね。これは読み合いが始まりましたね。この反射角をうまく利用してどうだ。こっちに攻めてきました。チャンス。よし、もろにできた。これはこっちの反射角をうまく、あ、ほっと危ない、下がりましょう。ここの反射角をうまく利用して、どうだ、当たらないか、惜しい。3対1で勝ちました。よかったです。どうかな、どうだった、できてた？